チャー・オシム監督、今年最後の試合、どんなプランを立てて臨むでしょうか。一方のエジプトのスターティングメンバーです。ゴールキーパーはモンセク、そしてディフェンスはアラ、サイド、メハマディ、モアワド、中盤にはアブドラボ、ソリマ、フォワードは登録の4人の選手です。アブデルラフマン、ハッサン、ファドル、ザキ、リザーブの選手です。エジプトのハッサン・アリ・シェハダ監督は、エジプトのサッカーというのは攻撃的なスタイルだ、フォワードが4人いるのもいつものスタイルということなんですが、さあアジアとアフリカの両大陸のチャンピオン同士のゲーム、今始まりました。初めてのこのセットプレーというのはね、はい、両チームともね、一つ見応えあります。遠藤から、おっ、阿部が飛び込んでいく感じでしたが、さあまだ、いや、いいシュートでしたね、悔しい思いをして、はい、まあ、その中ででもいろんなものを得てきたという、そのシュートになります。さあ、はい、ライブシュート、危ない、危ない、いや、危なかったですね、はい、ここで17番ハッサンです、はい、コマド、遠藤が後ろにいるが、コマド自分で打つ、あ、そうですね、はい、選手のマークはしっかりついていますが、あ、早ぶる来た、パグシュート、危ない、危ない、危ない、波にかかりましたが、はい、ここカットした、よし、ここ、おお、左サイドです、積極的に打って、ここでね、昨日の練習なんか見ても、はい、縦にボールを出したいんですが、はい、なかなかフリーな選手が出ないですね、さあここで真ん中、さあ遠藤が競ります、ここも、おー、シュート、本当にみんなが期待をして見守っていたこの大久保嘉人、いやー、素晴らしいゴールでしたね、はい、まあ、本当にね、もうトレーニングを見ても J リーグでも本当にそのままの調子を、はい、今日の今の得点で見せましたね、A 代表21試合目にして初めてのこのゴールを記録しました大久保、ここですよね、 この後振り向いて、はい、これちょっとね、コースをね、うまーく狙ったシュート、わー、素晴らしい、パートナーと言いますかね、その後に来るフォワードは一体誰なんだ、これも裏も抜けた、山岸落としてシュート、素晴らしい、松木さん、はい、今前田にボールが入る過程でね、おっと、これは足が上がっています、これは完全に長澤に対して遅れてきてますからね、19番ザキですか、そうですね、相手のね、フォワードがね、ちょっと邪魔してたんですよ、はい、ああ、いい角度、これは助かりました、遠藤裏へのボール、オフサイドライン、オフサイドライン、さあ、前田良一、前田決めろ、あ、今ね、どうでしょう、キーパーが出てきたね、キーパー、まあ、阿部に対して の期待も大きくなります、さあ、カジ、ああ、いいボールが出た、前田、キーパーがいた、今のシーンですね、あのディフェンスの火事から、はい、縦、本当に一発の、ね、縦のボールで前田に渡りましたよね、この辺ですよね、このシーンです、そのフォワードのコンビネーションという、いいシーンを作ってますよね、はい、そして遠藤のコーナーキック、また低いボールできました、今日は徹底的に低いボールですね、遠藤、ね、真ん中に前田、そうですよ、大久保2点目、大久保嘉人、素晴らしい、待ちに待ったこの代表初ゴールからなんとわずか20分後に2ゴール目を叩き込みました。もともと大久保セレッソ大阪にいた選手ですから、もうそうですね、ここはまあホームグラウンド、そうなんですよね、はい、まあ、大久保自身もこのスタジアムは庭ですと言っていたぐらいの、まあ、庭ですから、あと2点ぐらいってことなんですかね、もうなんか今日の調子だったら期待できますよね、ただどうですか、さあ、そしてボランチのソリマン、ここでホイッスル、前半終了のホイッスルです、まあ、後半エジプトも来ますんでね、特に立ち上がり5分、10分、はい、これは大事になってきますね、はい、さあアフリカチャンピオンエジプトを破るか、後半の国王です、いいです
中盤でのインプレッシャーだ。遠藤からさあ奥も、さあそしてエジプトは早くも2人目の交代です。中村健吾、そして前田、まだ繋がった、前田良一、やったよかった、すぐにやった、前田のゴールです。この前田の A 代表初ゴール、ついにベンチの、そしてオシム監督の期待に応えました。いや今落ち着いてましたね、前田選手ね、もう本当に素晴らしい良さが出ました。前田は代表2試合目にしての初ゴールです。ここでねダイレクトですよね、はい、ダイレクトで中盤から引いてる前田が前線に出ていく、はい、その前に前線にいる選手がね、この山口選手がねスッと引いて、ダイレクトで落とすんですね。いや素晴らしい、いやこれでオシム監督期待のですね若手の2トップがフォワード2人で3得点、はい、さあまた左サイドモアマドが上がってくる、おっとおっと、反動を取られた、まあ、今ちょっとバウンドが体に近づいてきて、そうですね、非常に苦しい体勢になってしまいました。ちょっとあの一番端にいるねエジプトの選手気をつけなきゃいけないですよ、はい、一番端にね立ってる選手、ね、はい、あそこのねあそこのコース狙ってきますからね、きっと。さあ、あーほら、あーっとほら、そこまさにそこです、壁のところですね、はい、いやもうまさにそこでしたね。いやこの選手のところ狙っ、完全、あーでも当たってますね、やっぱりね集中ですよ、集中。まだもう一度中村、おいシュートが入った、わずかにバウンド合わない。いや今ね速いボールに対して大久保選手がね、近い方のポストの方にね早く飛び込んだんですよ。この辺キープ力ありますからね、大久保ね、はい、待ってて、そして駒野から、遠藤後ろを見る、追い越す動きは駒野、駒野から逆サイド、さあ上がってくる、さあ一人振った、シュート、もともとここのねホームグラウンドにプレーをしていたセレッソの選手ですからね。カジもプロデビューは98年セレッソ大阪でした。そうですね、ここはうまくね、はい、トラップして左の、しかも左足ですからね、サイドで、あ狙って打ちましたね、はい、素晴らしいゴールでした。カジは代表60試合目にして2ゴール目、うまいトラップだ、あきちっとね見てましたね、あ素晴らしい、阿部勇樹と浦和の選手もいますからね、はい、その辺も考えての交代かもしれません、ね、まあ、トレーニング、あ、分かんない、助かりました、こんな話してる場合じゃなかったですね、はい、今ね危なかったですね。田畑さん、はい、松木さん、はい、もちろんシステムも含めて変化が出てくるかもしれませんね、はいはい、その辺ちょっと見てみたいと思います。さあ こういったボールが先ほどもピンチを招きましたが、山岸に代わって橋本8番が入ります。まさにポリバレントな交代ですね、はい、同じく守備的な中盤の位置を得意とします今野 FC 東京、ボリュームの多いディフェンスの量をですね、はい、他の選手と変わったりするというものが大事だと思いますよね、珍しく川口がミスキックですが、ここは中澤がうまくつなぎました。まあ、この組み合わせというのもほとんどあの練習でも経験がない組み合わせでしょうから、うん、そう、さあチャンスだ、チャンスだ、大久保からシュート、いや前田良一左足、でもどうですか大久保選手、今自分がボールを受けて、はい、後ろから来ている、粘った粘った健吾、中村健吾粘りました、見せましたね今、はい、本野から駒野、そして後ろを見てうまい、さあ今野、そして逆サイドに前田が走っている、裏から惜しいちょっとね看板が赤いのがあるんでね、ちょっと見づらいのがあるんですよ、ユニフォームかぶってますね。さあエジプトボール、久々にエジプトの攻撃になります。ソリマンから縦のボール、危ない、シュート、あー助かりました、助かった、
ここは日本ボールになった。慌てません。そしてさあチャンスだ。大久保、そして梶、梶、梶が行く。大久保、今のはまたこう梶、足元へ梶に戻す。ここで試合終了です。2007年有終の美を飾りましたオシムジャパン。2006年のアフリカネーションズカップ、アフリカチャンピオンエジプトを4対1で破っての完勝。インタビューです。2007年の最終戦、試合を終えました。感想聞かせてください。今年最後というのはそれほど大事なことではありません。Mislim da bila lijepa utakmica, gledaju tu Egipat ima dobar tim, gdje su došli možda malo sa mlađim igračima, podmlađenim, ali i mi smo isto tako bili. Rezultat je i zasluženo, možda i malo previsok, mada smo mogli da damo još golova i oni isto tako. エジプトという強いチームを相手にいい試合をしてくれたと思います。もちろんエジプトのメンバーを若手に切り替えているということはありましたけれども、日本もいい試合ができました。もしかしたらこの点差ほどは力の差はなかったとは思いますが、悪くない試合でした。具体的にオシム監督が一番今日の日本チームで良かったなと思ったところはどこですか。下見せてない日本、nema najbolje tačke, ima tim ili nema tim. まあ、良かった点というのは、まあ、特にありません。チームとしてまとまって、プレーができたということが収穫でしょう。Mi pravimo tim, ne pravimo pojedince, mislim. 個人ではなくて、チームのまとまりを重視しました。来年からワールドカップ予選も始まります。国民の期待も大きいです。楽しみにしています。Tu su dobro, dobro skoncentrisati. Ove utakmice sve do sada su manje više trebale da posluže za to da vidimo ko šta može, šta ko ne može, da napravimo jednu grupu igrača koja bi trebala da igra u tim kvalifikacijama. 今日の試合は非常に、デリケートなタイミングで行われたもので、リーグ終盤でそれぞれの選手は集中力を保つのが大変だったと思います。その割にはいいプレーをしてくれた。それを材料にして次の年の来年の、ワールドカップ予選に臨んでいきたいと思います。ありがとうございました。